自分でガバガバって言うの、ね、そうそうそう、だからこれしかなかったんですよ、うん、ついてるよ。金庫ここね。はい。で、冷蔵庫ここ入れるもんないけど。うん、そうね。でもいいのかな、よくわかんないけど、あのね、ってお風呂の話したの。お風呂はある。普通こでもバスレーンだけは向こう行けるんだね。へー、朝だけじゃない。なんか掃除のゴミの、やっぱり泳ぎたら分かんない。だと思うよ。なぜですか。ですね、あのこれをさ、ここならここに置くとするじゃん、うん、美味しい、美味しい、美味しい、よかったね、これで、うん、すぐ、あ、ダメダメダメ、あ、すごいやばい、うん、美味しい、うん、思ったのと、うん、思ったのとちょっと違う、だから、まあマドリッドとは違う。今食えない。風景見た。あ、本当だ。見てね。下げたもん。うーん。うーん。うん。まずね。チョコレート系かな。まずくなってて怖い。あ、でもね。いや、ここが。あ、わかるわかる。Thank you.
か一緒に。なんかしてる。うん。やっぱりあそこさ、見て、気をつけって言ってさ、見て調べるから、うん、右から右からすっごいこう言ったらプーンって見せたら、このお金払うの嫌だなって。嫌いじゃないけど。外国人でしょ。うん。そう。美味しい。あ、くっついたの？壊れちゃうよね。大丈夫かな、エビに寄生虫あるかも。こうやって、すごい偉い人。やっぱりさ、私は日本人だから、魚がもうちょっと、一緒に食べるのが同等なんじゃん。うん。で、一番下がフォアグラなの。上は食べてる。魚抜いても美味しいの。フローニンだ。飛んでた。うん。見しないです。うん。うん。パリパリに、これは豚肉と書いてあるだけで、ショルダーと肉の位置いってないじゃん、これがピーナッツなの。タンタンタン。ピーナッツバターってさ、どうしても舐めたいときに、これで取る？うん。
でもそれ美味しい、うん、下持ってって、うん